皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。今日はですね、商品サービスの良し悪しにかかわらずリピートする秘訣100事例セミナーということについてお話をしたいと思います。ではまずですね、ちょっとこちらの方をご覧ください。はい、ちょっとこちら切れてるんですけど、実はですね、2年ぐらい前から、この商品サービスの良し悪しに関わらず、リピートする秘訣100事例セミナーっていうのを行ってきました。北はですね、山形の方からですね、南はって言ってそんな南はないです。岡山ぐらいまでですけど、講演をさせていただいたんですけど、この内容はですね、今回、全部 iPhone でですね、僕が音声で入力した2万5000字の小冊子っていうのが間もなくですね、4月の頭に出版されます。小冊子で56ページあるんですけど、今回はそれを記念しましてですね、セミナーを開催したいと思います。つまりそのセミナーのテキストと今回の映像をですね、セットにして、今回小冊子とセットにして、教材としてね、販売していきたいなっていうのも、ちょっと目論見もあってですね、今回作ってみましたので、よかったらですね、セミナーも来ていただきたいなと思うんですけど、これですね、僕が考えた独自の考え方で、いわゆるね、いろんなセミナーとか、いろんなことを僕やってきてますけど、完璧にオリジナルで考えたものっていうのはあんまりなくて、これはその一つなんですよね。で、リピートするには、例えばね、メルマガ送ればいいじゃんとか、DM 送ったらいいじゃんとかですね、とにかく会員登録すればいいんじゃないかと、なんかそういうのあるんですけど、そうではなくてですね、その仕組みとして、ビジネスモデルとしてどういうふうに作ればいいかっていうことで、まあ、ここに例えば上がってますよね。なぜネイルサロンへ定期的に通い続けてしまうのかとか、なぜアップル製品を揃えてしまうのかとか、なぜレンタルビデオに通い続けるのかとかね、なぜ詰め替え用インスタントコーヒーを買うのかとか、なぜ月9のドラマを見てしまうのかと、こういったものをですね、あらゆるリピートの仕組みっていうのを10のパターンに分けまして、何々型というふうに名付けてですね、その10の視点からリピートするビジネスモデルを、考えようっていうことをね、今回テーマにしてやってるんですね。で、これ、この考え方、視点っていうものが分かれば、あらゆるビジネスにおいても、なるほどっていうことが出てきますので、ぜひですね、皆さんも参考にしていただきたいなと思います。今回ですね、4月の16日木曜日ですね、の方にですね、行います。時間がですね、13時半から16時半ということで、ちょっと午後になりますけど、新潟のクロスパル新潟の方で行います。会費は5000円という形になっていますが、弊社のネットビジネス研究会のセミナー会の方は3000円で受講できますので、よかったらお越しください。詳細についてはですね、このページ、もうちょっと戻しますね。この下の方に、リンクを貼っときますので、そちらから見ていただきたいなと思いますけど、こういうセミナーは世の中で僕しかやってませんからね、これだけは。ね、なんかツイッターセミナーとかフェイスブックセミナーとかね、こんなのどこでもありますけど、SEO セミナーとかね、これだけはないですから、ぜひですね、一回聞いていただきたいなと思います。で、これはネットビジネスではなくて、リアルも含めたですね、根本的な考え方なので、かなり面白いと思います。参加をお待ちしております。ネットビジネスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。